どうも皆さんこんにちは。ということで今回は後編ということでですね、前編出したのにおい清木が後編出すの遅いよバカ野郎という皆さん、すいません、重々承知しております。すいませんでした。ということで今回は、怪しいパーが強いのか否かもう完結ということでですね、後編ということでもう簡潔に、本当に簡潔にまとめたいと思います。怪しいパーは強いです。以上。はい、まずですね、このね、このノリ、このなんか以上デレレドゥルドゥデネデレデドゥルドゥン、あの高評価お願いしますみたいなね、すいません、もうそのネタ皆さん見飽きましたね。はい、ということで安いパー何が強いか前編でね語らせてもらいましたけれども、やはりその攻撃の選択肢をなくす、やっぱりですね、タウンホール9タウンホール10においてはやっぱ空軍使う人にとってはもちろん痛いですよ。しかし一番エアスイーパーが猛威を振るう、要するにプレイヤーからしたら嫌だなと思うのがドララッシュでございます。やはりタウンホール8において、今の私のクランでもですね、そのホグラッシュをする方が非常に増えています。なのでタウンホール8はドララッシュでしとけば星さん取れるっていうですね、そういう考え方はこれからなくなっていくかなと思いますね。ホグラッシュが強くなってくる時代かと、思います。タウンホール9タウンホール10においてはもちろんですね、エアスイーパーはバルーンとかに対して強いですけれども、まあタウンホール10に関しては攻め方もいろいろあるので、空軍とかね、本当オワコンにはならないですね。本当にまだ空軍非常に強いので、皆さんですね、このアップデートちょっと空軍、俺空軍なんだけどちょっとひどくね運営さんみたいな思ったら違うです。もちろん、ちゃんとですね、あの回避する方法とかね、それがねやっぱりクラッシュオブクランさらに面白くなったかなと思いますよ。そのね、空軍やるだけもただこうやるだけじゃなくて、こうもうエアスイーパーがあるからみたいなね、どんどんこう考えて考えて、自分の戦法を編み出すことも大切かな、面白いかなと思います。ということで今回はですね、もう簡潔にまとめさせていただきました。なぜ前編と後編で分かれたのか、それはですね、まあ、3日前ぐらいの記憶に聞いてください。あの当時はですね、エアスイーパーについて非常に語りたかったんですね。なぜか語ることもないのに語りたかったんです。はい、当時はですね、今はまあエアスイーパー強いなっていうぐらいなんで、あのということで皆さんぜひとも空軍オワコンではないです。まだまだですね、回避する方法とかいろいろあるので、皆さん自分の攻め、そしてベースのですね、安いパーの向きとか、ここに置いたら強いとか、真ん中に置くだけじゃなくて端に置くと強いとか、そういうちょっとね、こういうね、いろいろなね試行錯誤を重ねながら私も動画アップロードしていきたいかなと、思っております。ということで今回は安いパー前編後編にわたってですね、強いのか否か、結論強いということで、この動画を閉じさせていただきます。ということでご視聴ありがとうございました。